画キキダンベル選手権。めっちゃ今お客さん見ました。大丈夫ですか？ここエビスです。大観山。豪華ゲストでございますよ。超大物。今日は目隠しをして、はい、キキダンベルをしようということでございます、はいはい、あの企画パクってないんですよ。パクってんの？ちょうどパクられましたよね。そう、うん、ちょうどパクられた、うん、ちょうどパクられた。これ、うん、事実を言っていいですか？はい、長江明信ってやついいんですよ。あ、はいはい、ケビンさん、あいつがキキベンチプレスっていうのをやってたんですよ。だからそれを俺が、あ、キキベンチプレスやってんな、長江明信って思って、はいはい、あ、じゃあ俺っちベンチじゃん、あのダンベルいっぱいあるから、はいはい、それでやってだろうと思って、もしかしたらワンちゃんケビンがパクってる。そうです、僕らからしたら孫みたいな存在ってことですよね。ケビンが子供で、そう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 、あ、なるほどなるほど、あいつがパクった、あいつがパクったの。元祖です、元祖。元祖だ、元祖だ。だからケビンがやってる、あ、こいつあんまそういうの考えるの頭ないはずなんだ。そんな誰かを傷つけなくていいんですよ。向こうはベンチプレスなんで、はい、こちらはダンベルでやろうかなと思ったら、はいはい、コメントで、あ、パクってるぞ、パクってる。俺、パクってねえから。じゃあ、ケビンさんがパクってるかもしれない。なるほど、はい、まあ、僕らもパクリですけどね。まあね、うん、皆さんパクってきてるから、はい、もう早速、目隠しをした状態で音楽も聞かせた状態で、状態が何もわからないところに僕がダンベルを持ってくるんで、それが何キロかを当ててもらいたいと思います、はい、そして、罰ゲームがね、今回ないといけないでしょうと大先輩からいただいたので罰ゲームを用意しました。わさびシュークリームですね。お、なんか今回外すたびに食っていこうっていらないって言ってる人がいるんですよ。でももう先輩が言うならね、やるしかないですもんね。まあ、これあのうちのキキダンベルではこれですか、だから本家と孫が融合してね、そう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 、最高の企画をやろうということでございます、はい、それでは早速やっていきたいと思います。お願いします。50万人1人ちょっと、ね、スカケンとは話が違う。この人はもう優しい、優しい兄ちゃんだから。俺もこれでやればよかった。これがレモンチャンネル。はい、なるほど、なるほど。これで山本先生になったら面白かった。いいっすね。え、それいつかやってください。セシャス。これうちなんで。あいつかね、山本先生にやらせたいね。やらせたいね。ダンベル今回この重さでやりたいと思います。拾うスタイルじゃないですね。あ、そうです。両手で扱える重量、はい、まず左手に行きます。はい、離します、はいはい、相手がどういう反応してるかとかも見れないように今やっております。これ何回ですか？変わる何回ですか？いや、やらなくて、あの、はい、もう持った瞬間分かればもうそれでもいいんですよ。もう何キロって言ってもらえれば何やっていただいても OK です。これ多分分かったですよ。お、お、早い、はい、これ分かった俺。何キロでしょう？20。なるほど、はい、正解発表は後で、はい、2人とも耳栓を外してからやります。はい、左からいきます。はい、はい、うん、おお、結構あるよ、うん、右、なるほど、はいはいはい、なるほど。あー難しいこれ。あーでもな、ちょっと待てよ。うん、なるほど、よし。あー分かる、わかるわかるわかる。正直ね、これ今サイズは声聞こえないですよね。あ、聞こえてない。スクワット40セントとかいう人、脳筋でしょ。そうだね、アホでしょ。こっち繊細にトレーニングしてるんで。僕ね、ずっとこれ、さすがに負けるわけないなと思って。さやさん、だって僕らが大体2回ぐらいで当てますように対して、ちょっとなんか驚きというか。あ、そうだ ね。あれだったじゃないですか。そうだったね。これ正直、ほんと負ける気しないんですよね。へ、うん、これわかります。結構ほんとにわかります。結構もう、割と余裕ですね。うん。じゃあ、お願いします。こちらのダンベルは12キロです。これ僕当てたらもうサヤさん食わなきゃいけないんですよね。そう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 。待って、これ1回で終わり？え、ごめんなさい。あ、ま、やめよっか。大丈夫？当てちゃった？結構簡単すぎたな今回は、はい。結果発表いきたいと思います。はい、サイヤさんが20キロって言いました。はい、あ、ほんと？なわけないやろ。やっぱ脳筋はやっぱりね、話になんないですよ。すいません、これ勝っちゃった。マジで、ハブちゃんが12キロと言いました。はい、はい、もう合ってます、僕が。すいません、もう絶対。え、正気っすか、20って。8キロ差があるということで、ね、今までの差ってよりありました、ね。待って待って待って、俺最近腕取りやったかな。セサ足しかしてないんじゃないですか、いや、腕もやってるんですけどね。セサでもカールしただけで決めたから。うわ、でもカールでわかるけど。まあ、うん。え、そんな軽い
いや僕20キロだったらできないですよ、そんなには。もうちょっと反動いりますもん。じゃあ正解発表いかせてお願いしますと思います。お願いします、はい、どちらとも不正解です。しかも、うん、あのね16キロなんですよ。だからお互い16キロずつ外してるから納金とか言えた話じゃない。やばいやばい、強くなったんだ。 16? だからさやさん16キロ20キロって感じちゃうから力が弱いんです。弱いんだ、はい、マジで。少なくともさやさんの力が強いってことが分かっただけで16もありました。僕からしたら、まあ、ということで、まあ、もうシュークリームもね、え、当たるまでやり続けるんですもんね。やり続けるんですもんね。お水いるわお前絶対。16キロ。いや、さやさんもうこれが現実なんです。あれ軽かったからな。いや違う違う、重く感じたんですよ。重く感じたんですね。重く感じたんですよ、さやさんは。16キロ、20キロと感じちゃうっていう。え、でも、はい、山沢くんは27キロ、35キロって言ってました。あー、ダメっすね。あ、弱いっすね、あの人ね。そうそうそう、筋トレのセンスがないということです。チキンレッグやし。めっちゃ良いよ、ね、おらんところでね。目隠ししたら気が大きくなる。そうか、16キロなんだ。いや、これはむずいわ。じゃあもう早速罰ゲームの方を、うん、せーの。おー、こういう時って普通その後水がこうあるけど、うんうんうん、え、これ一回一回これやる。もう肺を当てな、死にますよ。やばい、やばいっすね。どっちか当てましょう。本当に感覚鈍ってる、重く感じた。足が筋肉痛だからですね、多分ね。じゃあ前回何回食ったんですか。いや、外れて1回で終わりっす。あ、そういうことですか。はい、だから俺ほんと企画パクってないから俺全然わかんない。なるほど。そうで、僕らは罰ゲームしないんですよ。僕らってあのこれ当たったら今までは賞金とかだったんですよ。賞金、あのプラスの方しかなかったから。なるほどね。今回初めてマイナスの方行ってるんですよ。え、当たるのいくらくれる。サイヤさんのせいで。あ、いや僕1回1万円もらいました。1万はすごい。それはなんか視聴者が送ってくれて、へぇ、あの何かの企画に使ってくださいね。すごい。現生があの現金タクトまで送られてきて、はいはいはい、うわ、胃がもたれるこれ。次の重量です、はい、これはね、もうそろそろ当てていただきたい。左手から、あと左手から、はい、はい、おお、カールはできると。なるほど、はい、これカール何回、何回っていうのがちょっとよく決まってないんで。カール何回ってさっきもどういうことですか。当てに来てる。シュー、シュークリームが嫌すぎて当てに来てる。6 筋トレ始まってんだよ。9 なるほど、20だな。わかんねえ。なるんだ。これサイドレスとか欲しいですからね。サイドレスとかショルダープレスとか。え、ちょっと右手使いすぎました、ね。わかりました、今度こそ分かった。じゃあすみません、お願いします。20。なるほど、はい、なるほど、わかりました。これも20でしょう。ありがとうございます、はい、はい、うわー、さっきよりも、なるほど、はい、なるほど、はい、なるほどね。でもさっきのがいいヒントになるな。うわー、さっきのいいヒントだな。でもこれは、あ、ダメだ。なるほどね、20キロは超えとる、これ。うん、重たい。いや、重たいけど重たすぎんな、これむずい、本当にむずい。今日感覚悪いからな。かといってさやさん期待できないでしょ、多分さやさんには。しっかりカールが、これは何回までいけるって言って、はい、右手だけ限界までカールしとったよ。マジか、うん、じゃあ僕もちょっと3。あ、もう分かった。でもこれは分かりました。3であのきつさでしょ、はいはい、で2キロ刻みですよね、はい、でさっきの、16キロの感じ、はいはい、22キロ。
なるほど。これは正解。さっきのが本当にいいヒントになっとる。なるほど。うん。さやさんは20キロ。20です。いやハムちゃんは22キロ。うん。いや、でも、いや、ここはかなりどっちかだと思います。僕も20キロで行こうか、22で迷ったんで。いや、迷った。迷いました、僕は。正直迷いました。俺ね、右手のカールで20回ぐらい行ってて。強くない？めちゃめちゃ強い。強くない？でも、もうちょい行けるんだよ。でも、だいたいこれぐらいかなと。あ20回やってたんで、はい、まあ20キロぐらいかなと。だから、迷ったんですよ。22かもしれない。迷いました、やっぱり。僕も迷いました。すっげえ迷った。だから、どっちかが当たってます。ですね。どこに行ってんすか？そうさんが言わないんだ。どっちかに当たってます。でも、はい、本当にどっちかが当たってます。ですよね。どっちか当たってます。こっちっす。あ、カメラ、そうです。さっきの16がかなりヒントになりましたね、これで。そう。うん。じゃあもう目隠し取っちゃいます。はい、はい、お、はい、なるほど、はい、いやこれ負けたくねえ。うわ負けたくねえ。もうやだ、食いたくない。でもこれで終われるってことだ。これはまだ下向いてないですよ。正解発表。じゃん。はい、よし。さあよし。くっさー、よし。こんな納期に負けたのが悔しい。よし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 。マジか。よっしゃ。マジか。罰ゲームの時間です。いい線いったと思うんだけどな。いい線なんすよ。いい線ですよね。ただ俺の方がちょっとだけ納期でした。悔しい。本当に。で、こんなに20回やったんすか。20回やってます。強すぎ。あ、じゃあ40レップやりましょう。出た出た。ほら、こういうこと言ったら負けるの。本当に悔しい。アホやんだって、どう考えても。こんな人に負けたくないもんね。もうやだ。行きましょうか。もう見るのやだな、見て。おかしいやん。おかしいやん、これその。なんかもう、抹茶かなみたいな。じゃあ行きます。いただきます。もう本当にそう。知らん方がまだマシさ、これ。行きます。待って。あ、ちなみに横川君は辛さを消すのにカールしましたよ。いや、あ、ちょっとおかしい。もう、早めに消えちゃダメ。あー待ってよ、待ってよ。あ、あ、本当は待ってよ、待ってよ。波やるわ、これ波やる。あこの人が罰ゲーム言いましたからね、本当に。こんな罰ゲームがあるもんじゃないですか、これ。ないっすよ、僕ら賞金しかなかったんですから、今まで。それはいいな。恵まれてましたね。そうだね。温室育ちでした。確かに。だから10万、10万ちょいなんすわ、12万人なんすわ。それだ。ハングリーさで足りないっすね、やっぱり。そういうことね。50万の人がそれやってんだったら。だから、そうだね。YouTuber って言ったらやっぱり辛いとか。それ必要なんですよ。なるほど、体張り、そっちか。そうそうそう。じゃあ勉強になりました、先輩。なんかね、賞金なんかダメ。というわけで、まあ納金の勝利ということでね。よし。そうっすね、やっぱ。よし。やっぱもう筋トレに触れてる時間が長すぎるから、本当にそうっすね。だから、うん、そのせいで分かっちゃった。20キロってカール何回までですかって聞いた。俺のルールではカール3回まで。あ、なるほど。そう。あ、なるほど、なるほど。だって、やって、大体20キロだったら何回だなとか、はい、あっていうので分かるんで、本当3回まで。あ、すごい。なるほど、はい、だからさっき3回で終わらせたんですよ。あ、20キロなみたいな。なるほどね。思っちゃったんですけど、20回やったら分かっちゃった。だいたい、だいたい。じゃあ、本当にちゃんとすごい。うん、ちゃんとすごかった。すごいっすね。うん、まあ、愛すべきアホですね。そうこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レモンチャンネルのハーブちゃんと。原田マンと。山本だよ。ちゃうやん。だめ。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。佐山さんでした。